こんにちは。えっ、ー、と、アートレスさんの作品。ティル、ティル X かなティル X、あ、見えてないな。ごめん。ティル X。えっ、ー、と、ニューゲーム何かわかんないんだよね。 スコア T 字を別の向きで置けば2点 I 字を サイズ2で置ければ6点 L 字を曲げれば得点えっ、ー、と十字に。 十字以外のものがつければそのたんびに1点ずつ4個バラバラだと4点この末端みたいなやつがなんかうまく伸びれば点数れあれかだからなんか純粋なパズルというよりはランダムに出てくるものを使って 得点を稼ごううねっていうゲームだこれが2つ置けるとまず点が入るはず点が入ったねトータル今14点これなんかその勝利条件みたいなやつあんのかなこれを回転あ回転 T 字に関わるものは T 字を ババラバラの方向で置ければいまっあ毎回2択なんだねどっちかを選びなさいよって言ってんだこれがバラバラの向きで置けると良いこれで点数を入るね十字は4方向を全部埋めないといけない十字以外のもので埋めないといけないこれはとりあえず置けてこいつはなんだっけグネ,グネ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 させればさせるほどいいってやつだよね 末端は置いとけるとありがたい。伸ばし棒も置けるとありがたい。これでこいつが点数入るね。3点。3点。あうん三点。これ4点じゃないんだ。あすいません。この長い棒がダブってた。気づかなかった。で、これがこうすると、この2箇所で えーっと何点入ってんだこれ直線の長さに応じて点数みたいなこと言ってるんだよねなんでこれが10点になってるのか分かんないなこれはなんで8点入るんだ最大の直線分ポイにト入るのかな ちょっとこいつの計算法うわーっとしてるこれが下向きになると一点ポイント入るんだよなはい置けないらしい置けないルールとかあなんかその線がつなげないようには置けないよとかあるのかなああるんだあじゃああれもうつ積んではないこれを向きを変えれば置けるは置ける けどこれを置く意味がなくなっちゃうけどまあ置くしか直線ねここで作るかいやここに置けないかもしんないねこれ末端を置くしかないうんこれとかもうなんか曲げるやつを置いてもしゃあないもんね末端にしてみたいや、えー、その直後に行きますか この子はここでうねうね曲がってくれたらおおもうけ、OK、もここでもいいけど。これ置けるあ、置けた。で、この子が曲がる。この子が曲がる。この子曲が、あ、置けるかな置けないか。じゃあ、ここまでだ。 ここに置くものが末端しかなくなっちゃったねここも同じく末端末端これがまあここから伸びす伸ばせるかとスキップタイルあるんだけどスキップしますかで末端をいやおお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  しまった、今これを伸ばせばよかった。なんでこれ置いちゃったんだろう。こんなことしたね。置けないぞ、これ。置けないよ。スキップ。いや、伸ばしてま、伸ばして伸ばしてがいけたら、あと長いのが一回来るから、これ末端下に置いて。うーん、これをここに置くメリットはないだろう。末端を置くか、 延長するるかどっちが得点もらえるのこれこれをここに置いた場合の得点って何点なんだろう次に長い棒来るから長い棒来たら2点あじゃ六6点か6点の方がいいんじゃないのこれが来て6点ってことでえスコア53えいいでしょうぐらいの感じだもう一回やってみようこいつの計算方法が イクワルトゥザレンスオブストレートライン12これはループができると点数だよねこれ123456781123456789これがなんで10なんだろう12345長さ5と678 長さ5度の2倍でも2倍だったら11なんて数になるかちょっと分かんないなもう一回やってみましょうスピードって何真ん中にうんやうんや。 えー、十字を先に置いちゃいたいかな十字でも点数そんなに高くないんだよね。ループが作れると嬉しい。グニャーを伸ばしていくかグニャーは結構ポイントが高いんだよね。直線チャンスを、じゃあ、この辺。 十字ね直線しまったねでもなんか早速ループも何も作れない形になってるぐねぐねをこ,ここにやるとここでループは作れるんだろうけどでもまあここにこれがあってもダブっちゃうのでいやーどっちに持ってこれ ここに十字を置くか。十字を置くメリットがあんまりないかな、これ。だったらま、でも末端を置くほど今まん、いやー、ここに置いちゃうと、ここでループ作りたいなーってなんとなく思ってるのができなくなっちゃうから。これがこっちで伸びるものっても直線しかなくないもったいないけど閉じるか。 だいぶもったいないけどでこれをもううん上にやって閉じるか下にやってさらに伸ばすかもう一個こっちに伸ばしたらなんかいいのかもしんないですねいや閉じるか伸ばす伸ばす方が強いのかなこれ分からなくなっちゃった これループ狙ってみようかループ狙うんだったらでも T ここに置いた方が嬉しいはあるよスキップこれをこっちに置いて0点 <laughs> なんかやらかしちゃった ななんかかやらかしたな外側にはみ出したらなんか点数もらえなくなっちゃったなんかマイナスが入るよね原点入っちゃうな,なんかループ作れるけどこいつを別の種類にしたああでもどっちにしてもダメかどっちにしてもダメだねこいつの4点は取れないからじゃあこれでいいや こでループを作成したぞ。末端などありつつ、ぐねぐねがまた作れるチャンス。さっきなんでこれが限定になったのか知りたいな。今回はプラス。なんだろうね、作りすぎるとダメなのかな。英語読みよって話。<laughs> これ置けない。これ置いたら終わっちゃう。 ああ。これがアクティブにできる場所がないな。もう、線伸ばして、これでも十字二本も入んないし、今回はちょっとね、やらかしましたね、全体的に。もう、なんかほとんど何もできない。 終わっちゃいました、えー、ディーセントどういう意味、まあ、あんまりそこは高くなかったねいやこれがんかペナルティー食らって0点になっちゃったのがいけてないねここせっかく繋いだのにあサイズが234だだからこれサイズ5にしちゃったんだねサイズ5だとでかすぎてそもそも得点にならないよってことね 一番最後のやつつけなきゃよかったんだ。なるほど。これ、これ最後にしましょう。伸ばす。いや、曲げ。曲げるよりは、道を増やした方がまずよくて。そしたら、そっから曲げるやつが現れて。 十字はねポイントがそんなにでかくないからループをだったらもう作る方向で進めちゃいたいなとここにうんこれを閉じるよりはなんか T 字 T 字とかにした方が嬉しいあだったらもうこっちを直線にしましょう直線が3行くとちょっと嬉しいかもしれないのか えー、2以上でも6点しかもらえないからここはこれで完結の方がいいねこれがこう来ると多分ハッピーこれがこう来るとハッピーかなーと思いますがループそんで持ってこれで向きをいろいろ変えたいところこれはこれは今置けるんだよねただ さらにループも作作れる作ったのかループのパーツごとに1歩得点が入るこれが今3点しか入ってないああとああループの半分ねだから123456個だから半分の3点しか入ってない やるほどループそんなにじゃあ稼ぎポイントじゃないね。ここでいやじゃあグネグネ行きたいよね。この辺でグネグネを、まあ、4作りましょうか。狙ってこうか。えっ、ー、とこいつをこっち向きにすると嬉しさはあるけどちょっと置けるものが厳しくなってるので。 ここはどっちかというとなんか長いものとかを置きたい。孤立をこっちにしとくかで、どっかで左向きの T 字を置きたいね。これはね、この辺にや、どうするグネグネグネっていくと、この下側はもう伸ばせないんだから、こっち側からこっちに向かって伸ばしたいのがあるような。 じゃあこっちを閉じるかい閉じるぐらいだったらループにした方がよくないか普通に延長うんでもこいつどうやるならやっぱ2連で作りたいよね。これ上上行って上でくっつけるようにしてあげようか。今回末端を末端くっつかってないんですけど。 で完成末端こっちの方が置きづらいんだよねいやーでもここもループ末端を作ったらなんかできるだけ長い距離でこれをここはループになこの辺で末端が置けるととてもいいという感じかなうーん 置いちゃおうか。これをこっち向いてじゃあ置くで、ロング。あー、これ置いても点数にならないし、やめとこう。ここをループ材にしたい感じ。これでループ。 さあどうするこれを置くならここに置きたいよねスキップするか12345あと5箇所で残りのタイルが8枚これをスキップしてしまったらもうこのタイルは出てこなくなるらしい。 スキップするかでどうする長いやつももうどうせ来ないし末端は次の端で来るからこれをここに置いてから末端に行くかそうすると直線距離で分かんないどのぐらい稼げるのかな 置けるものがないけど捨てるのももったいないこれをこことここだったらどっちに置きたいのっていうのあんのかな両方置いたれということで59点レーティンググッドなかなかいいスコアは出せなかったねまあ 僕の最初の3トライなんで大体みんなどんな感じの点数取るんだろうねこれうん狙い目はこれがこれが稼ぎやすい方ではあるんだよなそう今回これをここでしか作れなかったのがちょっといけてなくてもっともっとねこの辺とか別の場所で これの第2弾を作りたかったね。ただ、これが出てきたときに、なんか別のこの長い棒を作ろうとか、ループを作ろうとかっていう。ループは今回、いや、そんな稼がなかったなこんだけやって6点だもんね。ループはそんなに優先度高くないかなだったら。ループさせるよりは、ちょっと計算法はあんまりよくわかんないんですけど、まあ、なんかこの、 末端を配置するか。基本はこれ。基本はこれとこれを作る。曲げるか直線か。で、こいつがね、そんなに美味しくない。2点ずつしかカウントされないから こいつらは6点とか12点とか取れるチャンスでしかもそれをいくつでも置けるからこいつらがやっぱり稼ぎ頭かな十字は正直しょぼすぎてダメあとだこ,この3点だね主にこの3点で攻めていきたいというところこマイナスって何だったんだろうああんかあれか使われていない 使われていない末端っていうのがあると、その分だけマイナスポイントになるのか。だかこれ最後4点減らさ,減らされてるのかなかもしれませんね。1、2、3、4、5、6。計算はないけど。という感じで、まあ、パズルゲームではある。ランダムパズルゲームということで。 そういういジャンルありますからねやってみてえー、いい点数が取れたら嬉しいよといういやレーティンググッド以上のやつエクサレントとか出んのかな気になったらやってみましょうサクッとできるからねでは